長崎県立域高等学校は、略称、域高、設置家庭、学科、コース全日制家庭普通科校訓、自立、明朗友愛から1981年に制定、高章行きの結晶をモチーフにした背景に、校の文字を置いている、高期球星域中学校、域高等女学校の後期の伝統を継承し、四紺色の記事に、 雪の結晶の交渉を廃している。硬貨1952年に制定。作詞は吉田国春と山本文夫。作曲は山口上皇による。歌詞は4番まである。歌詞にが孔明は出てこないが、生き島根で生きということが表されている。比喩として、マインカハンやビナスの使徒などが登場し、文化祭の名称である、高節の孔めけると雪が出てくる。 旧成域中学校校歌。限界万里から作詞は、西尾源。作曲は、山田栄治による。歌詞は6番まであり、壱塔の故障である、雪詩が入っている。旧成域高等女学校校歌作詞は、西田徳春。作曲は、松田木影による。歌詞は3番まである。制服男子は、学生服。女子は、ブレザー。ジャージ上は履き、体育館、シューズ。 グラウンドシューズの色は入学年度で異なり、赤色、青色、緑色の三色ジャーと呼ばれるがある。友好交流学校公明中学2010年、締結同窓会、意気高等学校同窓会と称している。東京日支部を置く、全市意気高等学校の前身となる学校が開校される前、校舎の所在地となる豪野浦町片パルフレの記用字が、丘には、 以下の教育施設があった。全市旧生域中学校、域第一、高等学校旧生域高等女学校、域第二、高等学校新生域高等学校一、学期二学期三学期運動部分下部、域高等学校の所在する地域は、清寺が丘と呼ばれている。校歌の中にも、清大城が登場する。これは以前この地に存在した、清寺という名の寺に由来する。清字は、 元、非善唐津城主、畑氏の家老の、日高海守元気の霊を弔うために創立された。日高海守は1564年に、畑氏の1592年、豊臣秀吉の朝鮮出兵に従軍し、翌年朝鮮で戦死した。法名を、関心王子児と言い,い、寺は、当初、紀王子と名付けられた。それが後に、紀王子となった。高知は、 清寺の寺山、墓地の後で、本堂と栗は、現在の体育館の場所に、山門は、現在の浦門の位置にあったとされる。当時の山道、石垣がそのまま、浦門と郷野浦町を下がる町商店街を結ぶ、通学路として残っている。観光所郵便局、金融機関学校、保育施設商店その他、ありがとうございます。